いやー、ショートパンツって涼しくて便利なんだけども、ちょっと僕ら大人世代にはカジュアルすぎるかな、子供っぽく見えるよな。よし、今年はもう思い切ってショートパンツなしにしようとは思ってみたんだけども、7月上旬ですでにめちゃくちゃ暑い。これから8月9月、中で着るんだったらロング丈もいいけども、外遊びだとやっぱり短パン必要だよな。大人に似合うような短パンって何かないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですけども、冒頭の小芝居にもあった通り、大人に似合う短パン、何かいいものないのかなと思って、いろいろと探しましたら、めちゃくちゃいいものを見つけたので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ最初にお伝えした通り、短パンってカジュアルに見えるし、正直僕たち大人世代にはそんなに似合いやすいアイテムではないと思うんですね。子供っぽく見えるし、清潔感っていうところで言うと、やっぱりですね、足が見えるというところで、ちょっと微妙だなと感じるところもあるんですが、まあ実際夏は長いし暑い。ですので快適さだとか機能面とかも結構重要だと思うんですね。大人の男性がおしゃれをして出かける際には、短パンはさすがに難しいかなと思うんですが、外遊びだとかアクティビティを楽しむ際にはやっぱり短パンって持っておいて間違いのないアイテムだと思うんですね。この短パンの中でじゃあ大人世代に似合うものは何か、このあたりを今回はしっかりとお伝えしつつ、まあ、どのようにコーディネートに落とし込むのか、そこまで今回の動画では解説をしていきたいなと思ってるんですが、ではどの短パンがおすすめなのかというと、こちらに用意しているんですが、はい、正解はこちらです。ノースフェイスのバーサタイルミッドというモデルですね。これは最近購入したもので、もうガンガン活用しているアイテムなんですが、ノースフェイスの短パン、僕自身も大好きで、これまでも何度も何度も買ってきました。というのも、僕は趣味でランニングをやっているので、ランニングの際にもノースフェイスのショートパンツってめちゃくちゃ快適だし、デザイン的にも無駄がなくて、なおかつロゴが持つパワーですね。ここも気分を上げてくれるので、すごく大好きで何度も履いてきました。丈がちょっと短めでスッキリとしたデザインで、足さばきもいいし、すごくいいんですが、ただですね、ここ数年、ショートパンツのトレンド、こういったものも徐々に移り変わってきていまして、かつては結構短めのものですね、履いていたりしました。僕も YouTube の動画の中でも結構短めの丈のショートパンツを履いていたんですが、そういったものの旬が一段落しまして、徐々に着丈の長さが膝に向かって近づいてきているのが最近の傾向なんですね。まあ、そのトレンドというのは僕たち大人世代にとってはすごく朗報で、丈が短すぎると太ももの見える面積も増えて、やっぱり清潔感だとか大人っぽさというところが損なわれてしまうんですが、それが丈が長くなることで一定の綺麗さというところが出せるので、まあ大人世代にはいいんですが、ただ先ほどもお伝えした通り、ノースフェイスのショートパンツ結構丈短いものが多くて、なかなかですね、大人世代にこれが最高ですっていう形で言いづらい状況が去年ぐらいから続いていまして、その流れの中で去年僕がですね、皆さんにお勧めさせていただいたのはパタゴニアのバギーズロングというシリーズなんですね。これはパタゴニアの名作バギーズショーツというものがあって、それよりも丈をちょっと長くしたモデルなんですが、まさに大人世代にぴったりのボトムスだったと思います。ノースフェイスにも同じようなちょっと丈の長めのショートパンツないのかなと思ってちょっと期待していたら、まさしくドンズワで出たのがこちらのバーサタイルの新型ミドル丈の長さのものなんですね。これめちゃくちゃ良かったです。バーサタイルショーツ自体すごく良くて、軽量のナイロンでちょっとシワ感があって風合いもある。なおかつデザイン的にはミニマルで、ノースフェイスのロゴもさりげなく光るような名作なんですが、ちょっとショーツは短いなってずっと思っていたんですよ。もうちょっと丈長いものがあったらいいなということで、ミドル丈バージョンめちゃくちゃ良かったので、今回はこちらを実際に履きながら丈の長さだとか、あとは裾のですね、このバランスもちょっと変わっています。そのあたりも見ていただきたいです。またどのように着こなしに落とし込めばいいのか、このあたりまで徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に履いていましたが、いかがでしょうか。僕は身長164センチ、53キロと小柄なんですが、今回は S サイズを選んでみました。ウエストはちょっとだけ緩さを感じるんですが、ドローコードがついているので調整が可能なので、特に問題なく履けています。前から見るとこんな感じ。横から見るとこんな感じ。後ろから見るとこのような感じです。
いかがでしょうか？個人的にはまさに完璧な仕上がりだなと思っています。丈の長さなんですが、膝よりは短めでスッキリとしています。まあ、最近丈が長くなってきてるよという話をしていますが、とは言っても膝より下になることはまずなくて、膝の中央よりもやや短め、これぐらいの丈の長さが個人的には今の流れにも合ってるかなと思います。一方でバーサタイルのショートバージョンですね、こちらと比べると丈の長さ5センチから6センチぐらい変わってくるんですね。これよりもさらに短くなります。そして裾幅も結構重要で、最近のショートパンツは裾幅ちょっと広がってるものが増えてるんですが、裾幅も比べるとですね、こちらのバーサタイルミットの方が 1.5 センチ前後ぐらいですね、広い仕上がりになってるんですね。そのあたりを見てもちょっとですね、全体的に緩めの感じというところをですね、しっかりと押さえてるのがバーサタイルミットかなと思います。これだったら大人の男性が履いてもそこまでカジュアルに見えすぎないかなと思います。素材は軽量のナイロンを使っていまして、割とシャリ感があるんですね。かといって肌触りが悪いようなパリッとしすぎた感じではなくて、ちゃんと柔らかさも感じます。このあたりの素材感の良さはやっぱりノースフェイスの最大の利点だなと思っています。で、表面には撥水加工をついているので、まあ、軽い雨だったら弾いてくれますし、外でこう水遊びするようなこともあると思うんですね。川で遊んだりだとか海辺で遊んだりだとか、そんな時にも軽い撥水加工があるのは非常にありがたいポイントかなと思います。まあ、デザイン自体はすごくシンプルで、丈の長さだとか裾のバランスだとか、このあたりを徹底的に研究されて作られていること、ここが最大の利点で、あとはデザイン的にはすごくベーシックで使いやすいです。そこに対してやっぱりこうノースフェイスのロゴというのもなんだかんだで強いと思うんですね。ショートパンツで言えばもっと値段安くユニクロで買ってもいいし、 GU でもいいんですよ。よくできてるんですけど、あとは何の問題があるのかというと、着ていて自分の気分が上がるかどうか、これもめちゃくちゃ大事だと思ってるんですね。特に夏場の着こなしって着るものが少ないじゃないですか。上半身とボトムス、そんなに重ね着もできないので、一点ずつの単価はちょっと冬とかに比べると上げて、気分が上がるようなものを選んだ方が僕はいいのかなと思っています。その点、ノースペースのロゴが入るだけで、ちょっと気分上がるというのも正直なところかなと思うので、シンプルなデザインの中に光るノースペースのさりげないロゴというところも、まあデザインの一部なのかなというふうに僕は捉えています。カラー展開豊富なんですけども、僕はショートパンツの中で選ぶ色、第1位はもうブラックで間違いないと思ってるんですね。ショートパンツというアイテム自体が何度もお伝えしている通りカジュアルなんですね。カジュアルな中で色までぶっ飛んでしまうと、なかなか大人世代には似合わせるのが難しいので、個人的にはブラック一押しです。で、ブラックを持った後に次何色に行くのかっていうところで、個人的にはニュートープというですね、オリーブっぽい色合い、これは結構ノースフェイスの中ではいろんなアイテムで展開されているような結構定番的な色味なんですが、これもめちゃくちゃ良かったので、これも買い足すのもいいかなと思っています。まあ、すでに似たようなショートパンツ持っていて、ちょっとバリエーション増やしたい場合はオリーブ系のニュートープ、このあたりもおすすめになってくるかなと思います。まあ完璧なバランスなので、ぜひ皆さんにはこういった形で合わせていただきたいんですが、まあ、せっかくなのでコーディネートもちょっと解説をしたいなと思うんですけども、まあ、ショートパンツ自体はブラックでなるべく大人っぽくまとめて、上半身も今回はなるべくですねシックにまとめたかったので、ネイビーの T シャツを着ています。こちらはグリーンレベルのドットエアという素材を使った今季の T シャツなんですが、通常のコットンの T シャツに比べると表面に凹凸があって、生地に張り感もちゃんとあるので少し大人っぽく見えるんですね。あとはこう裾の部分を絞れたりするので一工夫できるというところも含めて、なかなか仕上がりがいいんですね。色はネイビーを選んで、ネイビーブラックでなるべく濃いめに仕上げています。その内側には白 T を着て、少しですね襟元だとか裾から覗かせながらレイヤードを作ってあげるとバランスがいいかなと思います。言ってしまえば半袖の T シャツに対してショートパンツというですね、すごくカジュアルなコーディネートではあるんですけども、だけども色をしっかりと抑えめにネイビーブラックホワイトというですね、非常にベーシックなカラーで構成するだけで割と大人っぽくですねまとまるのかなと思っています。で、足元はですね、なるべくこういった着こなしをする場面ですので、水遊びができたり外遊びができたらいいなというところでサンダルを履いています。これはですね、去年購入したホカオネオネというブランドのホパラというモデルのですね、サンダルなんですね。スニーカーとサンダルのちょうど中間ぐらいのデザインで、個人的にこれめちゃくちゃ気に入ってまして、去年も散々履き倒しましたし、今年もですね、早くも週4ぐらいで履いてるような、すごく気に入ってるスニーカーです。こちらもサンダルなんですが、基本的にはブラックとホワイトのシンプルな配色なので、まあそれなりに綺麗さも漂うかなと思います。あとはシンプルになりがちな着こなしの中で、時計だとか、あとはちょっとちっちゃなバングルだとか、あ
とはこのようなカラーレンズ入ったメガネだとか、そのあたりをうまく取り入れながらバランスをとってあげると、こういった短パンのスタイルでも割とですね、大人っぽく着こなせるのかなと思います。そして忘れちゃいけないのがこれですね。マストアイテム。短パンを履くんだったらこれ絶対に持っておかなくちゃいけないのが、まあ、パナソニックのボディートリマーですね。これ案件とかじゃなくて僕普通にですね、もう日々ガンガン使ってるアイテムなんですけども、これを使ってすね毛をカットする。僕は週に1回ぐらいの頻度で使ってるんですが、これですね毛さえしっかりと処理をしてあげれば、大人の男性でもしっかりと似合わせることができるかなと思います。一方で、すね毛の処理してないと、なかなか短パンって清潔感が出ないので、似合わせるのも難しいかなと思います。特に日に焼けてない足とかだと、色白の足に対してすね毛のブラック、この2つのコントラストが高いので、よりすね毛が目立つんですね。日焼けしてる男性だとそこまですね毛目立たないんですが、僕も含めてそんなに外遊びガンガンしてなかったらですね、そこまで焼けてないかなと思うので、そういう場合はこういったボディートリマー必須です。足と腕ですね、これ両方やってます。僕は脱毛とかやっていないので、夏の間だけですねこういったものを使うようにしているので、それさえやってもらえばかなり短パンスタイルは大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、皆さんもぜひこういったものも含めながら調整をしていただければなと思っています。はい、せっかくなのでもう一つコーディネート解説をしたいなと思ってるんですが、先ほどは半袖の T シャツに対して短パンというかなりカジュアルなスタイルでしたが、今度はもう少しだけ綺麗めな要素の漂うような半袖シャツを取り入れてみました。こちらは同じくグリーンレーベルのですね、バンドカラーのついた半袖のシャツになるんですが、まあ、このような半袖シャツとですね、短パンという組み合わせも適度に大人っぽさが漂うので、おすすめできるような着こなしになってくるかなと思います。今回も色の要素はなるべく抑えめで、トップスはミディアムグレーですね。それに対してブラックの短パン。で、サンダルもですね、ブラック系のビルケンストックで、なるべくですね、モノトーンの配色を意識しながら組み立ててみました。で、頭には今度はですね、キャップですね。これまた大人の男性だとなかなか苦手意識持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、意外とですね見慣れてないということが多かったりするので、何回か被ってると結構馴染んでしまうものなので、夏の小物としてぜひ皆さんも一度はトライをしてみるといいんじゃないのかなと思います。シャツ自体はちょっと小綺麗なんだけども、まあこういったものを着てるので、ちょっとこうキャップだとか短パンで外しの要素を加えてあげるというのも意外とやりやすい着こなしなので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。これだったらより短パンのスタイルでも綺麗な要素が漂うと思うんですね。もちろん帽子は被らなくてもいいです。このあたりは皆さんのお好みで調整していただければなと思うんですが、短パンに対して T シャツちょっとカジュアルかなって感じる時には、お手持ちの半袖シャツですね、僕はバンドカラー今着ていますが、オープンカラーのシャツでもレギュラーカラーでも全く問題ありません。まあこういったものを使いながらちょっと綺麗めにですね、パタゴニアのバーサタイルミットを着こなすのもすごく便利なので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではノースペースの新作のショートパンツバーサタイルミットですね、こちらを全力で解説させていただきました。結論めちゃくちゃ良かったです。これまでのノースペースのショートパンツの良さだけども、この点ちょっと変わったらいいんだよなっていうですね、デメリットに感じていたところですね、丈の長さしっかりと長さを出して今っぽくなおかつ大人っぽくですね見せることができているショートパンツなので、これは大人世代にもですね自信を持ってご紹介できるようなアイテムかなと思っています。ただショートパンツ自体は誰もが似合うようなものではなくて、大人世代の中でもある程度アクティブに休日を過ごしている方だとか、明るい雰囲気の方には似合いやすいんですが、すごく真面目そうな方だとか、あまり外遊びとかしない方は無理をして履くようなアイテムではないと思うんですね。ですので皆さんの夏のライフスタイルに合う場合はですね、こちらのショートパンツぜひ使っていただきたいなと思っています。まあおしゃれは我慢っていう言葉もありますが、暑い夏結構長い期間続きますので、その間ですね我慢し続けるのもなかなかしんどいです。僕も先日炎天下の公園ですね、ロング丈のパンツで臨みましたが、やっぱり暑いし、場の雰囲気ですね、カジュアルで開放的な雰囲気の中にロング丈のパンツってむしろ合わないんですね。それよりは短パンに T シャツみたいなカジュアルなスタイルの方がやはり雰囲気にも合うし、そのシチュエーションには適した着こなしだと思うんですね。ですので皆さんも無理はしすぎずにですね、快適さを求めたショートパンツの中で大人っぽい丈の雰囲気、あとは着こなし方もバランスを取りながら子供っぽくならないようにしていただければ、ショートパンツ僕ら世代でもまだまだ履けると思います。
ますので、ぜひ今回の動画を参考にしながらバーサタイルミットを皆さんも試していただければなと思っています。なんか気づけば PR っぽくなっちゃいましたが、もちろんこれ自腹で買っていて勝手にレビューしてるだけなので、ぜひそのあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて1本のですねライブ配信やっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイと楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンっていうものもやっています。こちらの方では動画ではなくてですね、文章と写真ベースでだいたい 1,2 分で読めるような分量でおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を最速で行っています。僕も毎日記事をアップしていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。まあ、それだけではなくて参加していただいている皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、まあ、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、ぜひ気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。